さん、こんばんは。やほやほ。こんばんは。おはようございます。おはようございます。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。Hi, beautiful, thank you. 久しぶりのバスキーニダですね。久しぶりです。こんばんは。竹尾さん、バチコにありがとうございます。今回のね、特典も過去のね、欲しいものリスト用にしてた写真になってます。お楽しみに。なおさん、バチコにありがとうございます。目のアップです。こんばんは。ラブ、ありがとうございます。 TAK アンダーバー1アーチアンダーバー7153、バチコにありがとうございます。かわいい、やったね。小沼さん、バチコにありがとうございます。こんばんは。りょうやアンダーバー58903、バチコにありがとう。あきさんもありがとう。今日はね、あの欲しいものリストのプレゼントが届いたんで開封していきたいと思います。しっかり箱がね 1,2,3,4 つ来てるんで、まずは1個目、ちっちゃいのから開けていきます。欲しいものリスト用ってことは買った人しかもらってないレアものってことか。そうですね、そういうことになってます。こんばんは。じゃあまず1個目、袋系の段ボールです。開けます。緑のね、やつが入ってました。じゃん、メッセージ読ませていただきます。なるほど。3,2,1、じゃん、服ですね。これは重松アンダーバーケンジさん、バチコにありがとうございます。うわ、ネクタイついてる、かわいい。チェーンがついてる。これね、半袖です。なんか長袖にもなるみたいな、ついてるからっていう服ですね。ありがとうございます。これ前にもらったあの猫耳のニット帽に合わせやすいかなと思って入れてました。ありがとうございます。ケイタアンダーバー千葉アンダーバー05063、バチコにありがとうございます。着替えてみて、この服はプレゼントしてくれた人にね、後で写真送るんで今は着替えないです。0806アンダーバーゆとさん、バチコにありがとうございます。服かわいい、ありがとうございます。かわいいですよね。じゃあ次の段ボール開けていきます。待ってね、袋に入ってるから。ゴムがついてます。ハロー。ずっしりめの赤のやつを開けていきたいと思います。なるほどなるほど。3,2,1、じゃん、こちらは本になります。尾崎世界観さんの仕事仕事ってやつですね。これは尾崎さんの曲のなんて言うんだろう、歌詞が詩みたいになって書いてあるやつですね。ずっと欲しかったんです。ありがとうございます。これね、目次マジおしゃれ。この本の感じめっちゃ好き。いっぱい読みたいと思います。ありがとうございます。
じゃあ次開けます。結構軽めの段ボールですね。どういう構造？緑のちっちゃめのやつですね。輪ゴムがついてます。これを開けていきたいと思います。なるほどなるほど、これは私結構欲しかったやつです。 3,2,1 じゃん。キツネのぬいぐるみです。前にキツネ、この子もなんだけど、キツネのこの子ともう一個のキツネのぬいぐるみももらってて、もう一匹欲しいなって思って見てたらちっちゃい子がいたんで入れてみました。可愛くないですか？嬉しそうだ、めっちゃ嬉しいです。めっちゃ可愛い、やばー可愛い、キーホルダーにしたいぐらい可愛い。ありがとうございます。キツネかわいい、置いとこう。で次、大きい箱を開けたいと思います。大きすぎて、よいしょ、割れ物注意って書いてある。バイバイ。結構あ、開けた。ビリビリ言ってるよ。絶対ハサミで切った方が早い。いや、本当に丈夫すぎですよ。大きい。出せないかも。ボールですね。二重具ガンボールだ。よいしょ。これはハサミがないと開けれないやつかもしれない。ちょっと頑張ってみます。えげつないからやばい。ハサミで切ります。どうやって開けるんだろうこれ。よいしょ、やばいやばい、ずれたずれた、硬すぎる。なんとか剥がせました。
ケースですね。中に入ってるのはこれです。なんかライトみたいな撮影器具ですね。これがライトです。もらいました。結構重たいはずだ。これなんか足の部分かな、ライトの。これもです。こっちにもなんかあるけど、まあ出さんでおきます。後でね、作ってセッティングしたいと思います。ありがとうございます、プレゼントいっぱい。sa.to4623 バチコにありがとうございます。ハサミ使ってもしんどかったですね。こんばんは、こんばんは。 keichan1273 バチコにありがとうございます。ありがとう。今日はね、いっぱいプレゼントもらいました。私的にはこれがめっちゃ嬉しいです。本、これからね、ライブ終わったら読んでいきたいと思います。こんばんは。手痛いって、いや本当にね、結構手痛かったです。結構手痛かった。ダンボールを片付けるのお母さん、そうですね、片付けてもらいます。何の本？これは尾崎世界観っていう人の本なんですよ。その人、曲作ってる人で、題名はこれ、仕事ってやつですね。仕事と死後合わせてんのかなって感じです。で、世界観さんがあれ作った曲の歌詞を書いてるんですよ。クリープハイプの曲が主かなが書いてあって、詩みたいな感じですね。こんな感じでですです。この中で好きな曲があって、私その曲が収録されてるから欲しかったんですけど、それが書いてあるかな、おやすみ泣き声、さよなら歌姫って曲と、蜂蜜と風呂場っていう曲の詩が入ってるんですよ。この2つがね、もう大好きで、曲でいつも聴いてて、でこの本に収録されてるって知って欲しいなって思って入れてました。よかったらね、皆さんもね、買って読んでみてください。曲として聞いても、じゃあ曲として聞くのもありだし、見るのもありだし、詩としてね読むのもめっちゃありなんで、おすすめです。ぜひ買ってみてください。今日はね、じゃあライブをおしまいにしたいと思います。見てくれた人、ハートしてくれた人、コメントしてくれた人、ありがとうございます。今回のバッジはね、いつもと同じように過去の欲しいものリストの写真になってますので、お楽しみにってことで、またね、バイバーイ。